お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのバルーンデッキね紹介していきたいなと思います。なんと久々に見ますアウトローですね。これ僕真面目に多分1年半ぶりとか約2年ぶりぐらいに使うねこのアウトローというカードなんですけども、デリバリーとかがね登場してからなのかな、それぐらいから、当分使われてないです。あまり見ることがなくなった5コスなのに、なんかウッドでね後ろのガールが飛んだりだとかそこまでこう活躍するね、機会がなかった久々のねアウトロー入りのバルーンでございます。昔ねなんかアウトローインドラのバルーンもねあったんですけども、なんかそれとねなんか同じような復活したねちょっとトリトンとかマザニクとか入れた現環境バージョンのアウトローバルーンということでやっていけたらなと思います。アウトローね今エリババがねいるので、そのエリババ受けに優秀なのかなっていうのはありますよね。そうエリババ受けてもアウトローだけで受けれそうで、相手が攻めウッドとか攻めファイボとか、してきたらカウンターねしっかり意識してという感じかな。さあエリババセパにはアウトローセパで戦っていきます。あれめちゃくちゃいいディガ。さあトリトン引っ張る。でこれ相手エリババもディガーもいっとんすよね。これだから僕カウンターでいっていいと思うんすよ。しかもこのアウトローとボーイとねガールの方も地味にダメージ入ると思うので、さあエリババマスケ迫撃。これ相手ファイヤーボールがねあるデッキかな。ファイバーが飛んでくる気がするけど、うっ耐えられる。いや待ってめちゃくちゃいいタルババしたこれ。さあまあこれだけ入れば十分でしょう。さあ今回は、高回転の迫撃エリババマスケデッキ、これもね今ちらほら使われてますね。てか結構使われてる気がするデッキですね。対空はマスケだけなんですけども、ちょっとこれファイブが世界一むずい。やばい待ってファイブが世界一下手。痛い。今これファイバー当たっとけばこんなに受けなかったですね。さあ相手対空はマスケだけなんですけど、迫撃と、ファイボと、デリバリーはないですね。申し訳ない。そう。迫撃ファイボで結構守られるって感じかな。ですが、相手はファイボ使ったら僕のマズネクいけるよね、的な感じで。今回まだ使われてないんで、多分打たれるかな。で、アウトロー、エリババに強いと思うんですけど、さっきみたいにセパレートした瞬間にやられると意外ときついことが分かりましたね。さあこの辺にマスケ来るんじゃねえと思いながらね、さあ積極的に攻めていきます。このおおめっちゃいい。いや今回の相手結構うまいっすよね。今のウッドでこのマスケ延命されましたからね。さあでこれ多分5打たれると思うんですよ。だからこのマズネクは絶対生きる。打ってこんのかい、打ってこいや。さあこれどっちでもね攻めれるんでね、よいしょ。いやさすがにこっちか。なんかこういうなんだろうねアウトローとかは一旦こう両サイドにねユニットが行くことが多いんですよ。おこれ迫撃砲で釣りにくいぞ相手。セパレートするので基本的にねアウトローはそう両サイドね、なんか相手が対空どっちにサッカーを待って最多逆サイドにね攻めることができるので、それはちょっとねアウトローの優秀なとこっすよね。これで、さあ、相手がね、対空を、マスケットを裂きたいと思うんですよ、相手は。どっちに裂く？ここで逆サイク。いや、これがね、強いですね。で、あとは迫撃砲とかがね、来んのかなーっていうので、迫撃砲壊すタルババと、あとはこれ、エリババね、防衛しないと僕やばいので、防衛して、あとは最後、セメファイブ打って、フィニッシュしてくれ！オーケー、さあグッドゲーム。危ね。このね、アウトローセパのどっち来るんだいが強いですね。それが今までの、アウトローの強みというかね、使いやすい部分でめちゃくちゃ使われてたんですけど、ここ最近マジで本当に見ないですね。かわいそうなぐらい使われなくなったんですけど、ちょっと今エリババ環境っていうことで、このね、アウトローバルーンもちょっと強そうですね。インドラとかもなんか最近よく見る気がしますね。エリババに多分、強いのかな、溶かせるから。しかもアウトローとインドラでなんか地味に枯渇要素、コウモリとかいてもよかったと思うんですけど、いつもだったらコウモリの枠がマザネクになってる、そんなデッキでございます。さあ J ヒースピー、スパーキーか嫌だなこれこれエレキさ絶対いるっすよねこういうデッキって。しかも
ファイボト。これ、なんかちょっと待って。世界一棒 MG けど、これ舞台になってくれたらありがてえな。しかもこれトリトン多分逆サイ引っ張るんですよね。オッケーオッケーオッケー。いや、マサネク、マサネク、マサネク。いや、まあまあ、これ相手が今ザップ打ったからで。なんならこれさ、逆か？これもしかして逆か？でもこれ結構止めにくくない？まあ、ファイボー打たれると思うんですけど、ファイボーだけだと地味に入ると思うんだけどな。地味だな、一発。いや、これ、奇跡が。あ、トルネ、トルネあんのかい。で、これ、ちょっと今ね、相手がトルネ使ったんですけど、3個そのトルネードだと思うんですよ。コストがない。で、ここにあって、ここにね、エレキが来るんですよ。おー、そう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 。あ、うん、いや、戻りすぎ、戻りすぎ。いや、今の、ガールね。延命できたら激アツでしたね。ディガーが、もう 0.05 秒ぐらい早かったら。さあ、まあ、そんなわけで、今回はトルネファイボの、対空がエレキだけのスパーキーですね。まあ、なので、インドラは相手のエレキをファイボプラスタルババで、まあ、溶かした時のみ最強になります。まあ、今はインドラ一応最強タイムなので、最強出しつつ、なんならこれでさ、バルーン行っていい説ないですか？どうなんだろう？これマザネクちょっとケツから出して、行って、なんならファイボとかね、使わせて、使ってくれたら、こうマザネクがね、生きるんでね。まあ、マザネク生きてたら取ってみたいな。感じはするかもしれないけど、で今ファイボ使ったし、これ最強アウトローですね。そう、ファイボザップの相手だとアウトロー結構強いですよね。でも相手のなんか受けが普通にうめえ。でここはまあ突破してくれると信じてバルーンを飛ばしていきます。でエレキはファイボ打ちたいけど、これ相手普通にファイボ取れんで防衛するのかな、守れんのか。あ、ファイボ外した、ラッキー。バルンが一発入りますね。で、まあ、あとは守るだけで、ここにインドラ出して、これね、まあ、エレキがズシャン来るんで、ファイボで溶かして、よいしょ。さあ、いいですね。で、トリトンもあるので、大型ね、ジャイゴレ、エレジェイも防衛することができるよと。いいね、このバルン。なんか新しいっすよね。最近、バルンデッキって言ったら、まあ、ボムタワーだった、まあ、テスラでも使われてるのかな。高回転のアヤゴラバルン。まあ、あとは、もうね、新鋭対バルーンぐらいしか、まあ、あとラバルとか、まあ、ぐらいしかね、最近のバルーンデッキはなかったんですよ。そう。一時バルーンがめちゃくちゃ強い時もあったんですけど、今回ね、バルーンの爆破が解放されて、まあ、バルーンもまあ、弱いわけではないですけど、まあ、そんな、めっちゃ使われてるっていう印象ないですね。まあ、そんな中でこういうちょっとね、変わったね、新しいバルーンデッキとか生まれると、個人的にはすごい楽しいですね。好きなんですよね。まあ、この型が好きですけどね。アウトロー、インドラ。僕アウトローマジで大好きだったんですよね。本当に。そうそう、リーグとかでも、マジで使いすぎやろっていうぐらいアウトロー使うぐらい、ま、おぉ、ちょっと待って、うちのトリトンが、オーケー、キング起動したから許す。そうそう、めちゃくちゃ好きだったんですよね。アウトロー入りの迫撃ロイホグみたいなデッキもあって、めっちゃ好きだったんだけど、気づいたらそのデッキもね、弱くなってました。いや、これめっちゃいいファイボじゃない？豚が1匹来ます。メガナイトか、これは。多分メガナイトのやつっぽいですね。さあ、神のタルババ。これマジで地味にむずいっすよね。よいしょ、オッケー。こういうね、細かいとこ、大事ですから。いてぇ！入るんかい。さあ、ホバーマジェ、マザネクザッピーの、ロイホグだったので、まあ、残りはメガナイトだと思います。で、タルババなので、相手はファイボタルババなので、タルババだってね、アウトローのガールはね、基本的には溶かされないので、まあ、アウトローいればメガナイトとか全部トリトンもいるし、受けれるのかなと思ってます。よいしょ。これだけでもカウンターになりますね。アウトローの処理相手、地味にめんどくさいと思う。だから、ここでこっち側に行っちゃいたいけど、これ、俺そんなコストねえから、攻める必要もなかったのかな。まあ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 。そしたら相手結構コスト的にも厳しいと思うので、このね、いや、このガールって結構強いんですよね、マジで。オッケーオッケーオッケー。ザッピーでリセットされて、ちょっと止まってるけど。で、これは、タルババいらんかったかな。バルーンを飛ばすタイミングがね、若干難しいっすね。ザッピーとホバー、マザネクか。まあ、マザネクはいないようなもんか。あれ。さあ、からの？いや、からの、からのが無事いな。まあまあ延命してあげて、ザッピー確定ファイボっすよね。
ザッピー確定ファイブのあのママはディガーで飛ばしてあげて、これだけで相手空が絶対きついですもんね。よいしょ。さあこれで一発、いや相手のこのホグ飛ばすタイミングうめえ、ちょっとやばいです。これ逆がやばいやつだな実は。だからそこそこに一回ステイして防衛します。いやウトロマジこう見ると強えな。やべやべやべ、ガール地味に火力あるんだね。オッケーオッケー、いや怖え、ちょっと待って待って待って、ちょっと怖いな。やべ、これワンチャンこれザッピ来たらファイボー来ねえ。やべえ、めちゃくちゃいい試合してる。あと300か。あれディガー削り、ディガー削りで甘えたら終わるかな。さあウトロでしっかり耐える、まあ、防衛ファイボーすればいいですね。僕は困ったら、困ったら防衛ファイブしましょう。相手はこの豚も守んないといけないので、あ、これいいんじゃない、これは勝った。まあこの辺に豚になって、豚になって、さあ OK、 危ない、 OKOK、 いやでかいですねこのデッキ。さては環境がね、今こうエリババがやっぱ多いので、あとたまたまなんですけど、まあ、マザネクがやっぱ流行ってることによってバルーンがちょっと強い。そうそうそう、なんかバルーン自体が加工されてあんま使われてはないんですけど、最近あのそのこういうね、もうマジマザニックホバとか、まあ、ザッピーとかがあるので、マジ普通にバルーンが強いですね。まあ、バルーンはザッピーにはそんな強くないんですけど、まあ、しかも今回だとファイボ型なので結構ね環境には強そうなねバルーンデッキな気がします。なんか枯渇バルーン的なのね、すごい昔世界大会とかでもみかんさんがね、あの使ってね、めちゃくちゃ強い選手をワンパンとかねしてたような記憶があります。アウトローセパからの相手が対空サイトの見て逆サイバルーンディガーみたいなね、このね一撃必殺バルーンデッキ、バルーン隠していきたいですね。相手だってこれバルーンって普通わかんないので、普通何のデッキに見えるんだろうな。まあ意味わかんないデッキ使ってんなこいつみたいな感覚だと思うんですよ。さあインドラいうのは神器かメガナイトラムとか、まあそういった感じのデッキしかないと思います。陸デッキだと思います。さあポイズンだと、まあ、メガラム確定なんじゃないかっていう気がします。今エレキとラムライダーがありますね、相手は対空で、これでケツエレキ来て相手はあとラムだけになるのかな。ここをちょっと行っちゃってこのエレキを飛ばしたくてみたいな。よいしょ。これは多分攻めすぎ。これは多分攻めすぎだけど、いやめっちゃいいタルババ、それはやばい。そのタルはやばい。もう一発落ちて。いや、一発落ちた。ちょっとね、調子のリーノでしたね、今の攻めは。さすがに。今の攻めはやりすぎです。よくないですね。まあでもトントンなんで、許されます。さあ、タルユキのメガラムですね。ポイズンが地味厄介かな、どうだろう。さあ何咲いてもちょっと損しそうですね。インドラ、インドラ、インドラをできるだけ残してあげたい気がする。エレキをねファイボタルで溶かして積極的にインドラ延命とか、インドラでも延命しなくてもいいのか別に。さあでアウトローは自分からこう突っ込ませちゃうと相手のメガナイトに踏まれちゃうので、基本的にはまあセパしてあんま損しないようにしたいですよね。でこうマズレンクとか延命して、うん、いや相手のこの戦い方がうまいっすよね。いやー一回耐えます。あと480耐えます。多分10プランだと思うので、でもこれあれだな、ラムがちょっとラムを止めるカードがねえ。よし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 、へい、イントロも釣ってタルも耐えて、これも一発バルーンディガーいけないかな今。あ、ディガーがねえんだ。うん、いやもうちょっと耐えます。めっちゃ一緒にしてる。これさ、いやもう一発いっちゃう。これだって相手メガナイトで踏みたいから。いやでエレキなんか、ここにエレキですね。ふっ、エレキじゃねえ。うわ、待って、あ、待って待って待って、違う違う違う、ラム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 、あーマジか。エレキ読みとか言って普通に避けられて散ったっすね。
いや、まあまあちょっとね、最後雑だったかな。どうだろう、なんかバルーンディガーすれば通る気がしたんですけど、ラームがね、相手のボイクうまかったですよね、最後は。というわけで、まあアウトローね、バルーン、まあファイボの枠はもしかしたら雪玉とかでもいいのかなと思うんですけど、ファイボだとね、やっぱこう最近マザネク、ザッピ、ホバーとかいますし、ゴリ押し系もね止めやすいと思うので、まあファイボでもねいいんじゃないかなというわけで、このバルーンデッキ皆さんもぜひ使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。